まあちょっとないこんばんは、竹下敦です。今日お茶の水に参りまして、黒坂木さんでオムライスを食べに行きました。オムライスがね、とっても美味しくて、もうオムライス美味しいなって食べてましたと。ドアパシャンパシャンってサバンとね、入ってきたお姉さんが、美人なお姉さんの、その時にドア越しにチラって見たら雪が降ってるように見えたんですよね。雪と思って、そのお姉さんが着席した時に雪降ってきましたねって言ったら、はい、本当に雪降ってきましたよっておっしゃられて、あ、雪かと思ったら、空気的にね、でみたいになったんですよ。での後何もないんですね。結構世間話でこう女性に話しかけたりするんですけど、時に怒られるんですよ、周りから。まるでナンパしてるみたいだからやめろって。そういうつもりじゃなく、ごく世間話でね、雪が降ってきましたよって言われて、ああそうですか、これ降りますかね、もぐもぐオムライス美味しいなって食べてさ、うん、でみたいになって、お店の方もでっていう空気になったんですよ。での後が何もなくて、もぐもぐ美味しいなって食べてさ、お店の方もえでみたいになって、で結局そこを、まあ、帰